んこんにちは。こんにちは。ようこそ高橋ファミリークリニックへ。先生、今回もよろしくお願いいたします。さて先生、相変わらず笑いの会はやってらっしゃるんですよね。はい、最近は年に2回は行うようにしてますね。お、以前って年に1回でしたよね。そうなんですね。今当院でできることを地道にやろうと思いまして、はい、毎回来てもらっている素人落語家の微笑み亭サンタさんを中心に年に2回やってます。基本はじゃあ落語なんですか？はい、今回はですね、落語2本とポールウォーキングを違う方に講演してもらいました。笑いの会はもうずっと毎年継続されてますよね。はい、まず笑いが大事だと私は思ってます。はい、私の本意は病気も健康も全てマインド次第だと思っておりますが、マインドを変えるのは難しい。しかし一番簡単なのは笑いなんですよね。以前笑いの効果についてお話しいただきましたけれども、もう一度詳しくお話しいただいていいですか？はい、では質問ですが、はい、笑うことによって何が変わると思いますかね？確か遺伝子が変わるとかっていうお話でしたよね。はい、とってもいい答えで合ってるんですが、はい、実は遺伝子自体は変わりません。あ、まあ、遺伝子が変わったら私たち人間がですね、虫になってしまう。そうなんですね。では遺伝子レベルの何が変わると思いますか？確かなんかスイッチがあって、はい、それがオンオフすることによって変わってくるってお話でしたよね。さすがですね、正解なんですが、はい、遺伝子の配列は変わりません。うん、遺伝子がいくつか集まってですね、グループが作られ、はい、そのグループにスイッチができます。うん、で笑うことによって幸せになり、良い方向にスイッチが入ると今は言われてますね。うん、例えばがん遺伝子が分かりやすいので問いに使いますが、はい、笑うことによってがん増殖遺伝子グループのスイッチがオフになり、がん抑制遺伝子グループのスイッチがオンになると言われています。ホリスティック的にはどうなんですか？まあ、これこそ自分で治す、はい、免疫力を高めるという意味ではとてもホリスティック的ですね。医者に行くわけでなし、笑うことによって人にも幸せを与え、自分の免疫能力を高める、自分自身も治す、最高ですね。これじゃあ笑うってすごく大切だと思うんですが、はい、なかなか笑えない時もありますよね。はいはい、そうですね。はい、作り笑いでいいので1日3回ぐらいはやってほしいですね。ただ人前でやるとですね、ちょっとおかしい人と思われて気をつけてくださいね。はい、まあ、それか鉛筆でもいいのでですね、口にこうやって加えてください。その口の形が笑った時の形になるので、笑わない時はそうしてくださいね。じゃあもう一人でいるときに笑ってればいいわけですね。はい、そういうことです。それから口に、ね、ボールペン口に加えてください。はい、でもそれも誰かに見られたらおかしい人ですけれども、でも逆にそれを見た人が笑えばまたそれはそれでいいかもしれないですね。二人ともおかしいですけどね。はい、ところで、まあ、実際笑いの会なんですけれども、はい、落語はどんな感じだったんですか？はい、まあ、サンタさんのすごいのはですね、これ創作落語なんですね。うん、今回はね、皇室の結婚話とか、将棋の藤井君の話とか、はい、はたまた離婚式とかやってくれました。うん、本当に大爆笑でしたね。具体的にはどんな感じですか？具体的に聞いたらですね、というか僕知らなかったんですけど、まあ、当時スタッフに聞いたら離婚式っていうのがあって、本当にやる人がいるらしいですね。聞きます聞きます。そうなんですか。で、まあ、まあ、内容的にはですね、これ、まあ、離婚式の話をちょっとしますが、まあ、サンタさんですね、今から離婚式始まりますと、はい、最初は新郎新婦の母親からの花束返還です。確かにすごいですね。すごくカラカラになっています、ね、とか出まして、はい、まあ、あとはですね、さあメインイベントのケーキへの入刀ですって聞きまして、はい、ケーキは新郎そのものがケーキになっております。さあ新婦はサバイバルナイフを手渡されました。とか言ってですね、司会者からさあ腹渡を一撃で刺してくださいとか、超ブラックな話も出てましたね。もう多分笑いっぱなしですよね、皆さん。笑いっぱなしでしたね。でこれが2話ありまして、はい、1話30分ぐらいずっと継続するので、はい、ものすごい面白かったですね。じゃあもうスイッチ入りまくりですね。入りまくりでしたね。あと、はい、ウォーキングもあったんですよね。ウォーキングはですね、サンタさんの落語に挟まれた形で、はい、名古屋フィジカルフィットネスセンターの長谷川さんにポールウォーキングについて話してもらいました。うん、この方は先生のお知り合いですか？いえ、知り合いではなかった、知り合いなんですけど、今年ですね、1年ぐらい前に、はい、ホリスティック系の会合にて知り合いになった方です。我々が推しているインターバル速報も知った上で、はい、行った上でこのウォーキングしたと聞き、まずは私がですね、第2土曜日7時半に水広げ公園で近くにあるんですけど、そこで実際行っているところに僕は顔を出して、このウォーキングを紹介してもらうきっかけを作りました。じゃあこの方も逆に言ったら先生のことを取り入れてらっしゃるということなんですよね。そうですね。実際どうやるんですか？実際にはですね、まあ、スキーのストックみたいなポールを両手に持って歩くんです。はい、
キングっていうものと似てませんか？はい、実は非常に似てまして、はい、このノルディックウォーキングの方もポールを使いますが、うん、ポールを使って勢いをつけて歩くものらしくてですね、ノルディックの方はですね、はい、このポールウォーキングはどちらかというとポールを前についてバランスを取る方向なんですね。いや、どのような効能ってあるんですか？メタボリックシンドロームやロコモティブシンドローム対策の一つとして開発されたものだそうです。はい、また狭い日本の道路にあっても、うん、自宅周辺でも安全かつ確実に再現できるということで、よく使われているそうです。じゃあ特徴としては？特徴はもう簡単で、在宅でも可能、はい、一旦歩行技術を覚えてしまえば指導員がいなくても確実にできる、うん、で 骨や関節に対するマイナス要素がない、うん、でポールウォーキングはメディカルを背景に誕生した健康増進のための身体活動法だというふうに言われています。うん、再度確認なんですが、はい、歩行なんですよね。これ歩行です、はい、バランスよく歩くことが大事で、うん、でポールを使ってストレッチとか軽い筋トレもやっていました。うん、で歩行である有酸素運動と筋トレを併用することはとっても大切ですね。うん、じゃあいつどのぐらいやったらいいんですか？これはこれはですね、一応食後30分に15分ぐらい歩いたらいいのですが、実際は難しいので、うん、週に3回ぐらい30分歩行してくださいと僕は言ってます。うん、そのぐらいでいいわけですね。はい、じゃあ今回は落語と歩行ということで、はい、いいですね。はい、もうとてもとても良い回でしたね。はい、次回は実は3月3日土曜日に、うん、14時からまた当院隣の地主さんの宅で三田さんを呼んでおりますので、うん、まあ、ぜひ皆さん来てくださいね。はい、じゃあまた新作落語でその時に合ったお話が聞けるわけですね。はい、はい、じゃあまた次回も楽しみにしていますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、先生今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時期になると心配なのがインフルエンザなんですが、はいはい、もう流行ってるんですか？今年は。ですね、10月中に当院の地域でもですね、はい、1家族で発症しましたが、集団感染は今はしておりませんと。うん、まあ、インフルエンザは実は1年中発症しております。そうなんですね。はい、ただやっぱりピーク時っていうのはいつぐらいなんですか？はい、ここ10年の傾向では11月後半から流行が開始し、警報が1月に発令され、うん、4月に警報が解除されています。インタビューにもありましたが、はい、体身体の治療だけでなく治ろうと思う心、治療科を診療していたの期待感、うん、納得感等の患者さんの治ろうと思う心が大事だと、うん、それを引き出すためのツールが治療だと思う、ここが大事ですよね。うん、要は患者さんが主体で治療が単なる協力者であるということですね。ここが結構忘れられていますね。つまり患者さんが主体ということがポイントなんですね。はい、はい、そうなんですね。